One of the nice things being the Denso ambassador is that I can look inside one of their factories. Normally these gates are closed, but I have a special appointment with Yoshida-san, the Takatana plant manager. Tom Coronel-san, welcome to Denso Takatana plant. Arigato. Can you tell me a little bit about the Takatana plant? Takatana 製作所は1974年に創業しまして、今年で45年になります。現在4000名の従業員が働いております。What do you manufacture here? メーターですとかディスプレイといった通信、情報通信関係の製品、それからミリ波レーダーですとか画像センサーといった情報、ADAS 関係の製品、それから半導体を用いた各種センサーなどを作っています。で、こうした製品は車の安全安心に直結する製品ですので、デンソーの中でもこの高棚製作所は安全安心の製造基地という役割を担っております。Why do you offer such a tour for visitors? この高棚ファクトリーツアーはデンソーとしては初めて一般の方々に見ていただける工場見学コースということで、去年の7月にこのメーター工場の中に設置をしました。で、その狙い目的ですけれど、デンソーの最新の技術、それからものづくりのこだわりというところについて実際に体感をしてもらって、それでデンソーのファンになっていただきたいという思いからです。I heard you also had water treatment capability. Is that correct? はい。生産活動をしてますと、どうしても排水が発生します。で、その排水をいかにしてきれいな水にして自然に戻すかというところを皆さんにも知っていただくことによって、我々デンソーがですね、安心安全でかつ持続可能な社会の実現に向けた取り組みをしているという一端を皆さんにも理解していただきたいということから開始をしております。どうもありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。 So that was a look inside the Takatana plant at Ancho. I'm very impressed by the technology here and the human aspect to ensure the highest quality. Denso, crafting the core.